はい、イメージフォーラムフェスティバル、第33回になりますけれども、まもなく、始まります。イメージフォーラムフェスティバル2019、映像はさ、アートの祭典というふうになってますけれども、9月14日から土曜日から23日の月曜日までシアターイメージフォーラム、東京では会場が2か所あります。もう1か所の会場は、スパイラルホールで9月20日金曜日から23日の月曜日まで、あとは名古屋でも開催がございまして、愛知芸術文化センターのアートスペース A と EF で11月の8日金曜日から10日の日曜日まで上映開催されます。今年のテーマはですね、毎年テーマを設けてるんですけども、ラフ&ワイルドというテーマで行います。これは映像表現っていうのは必ずしもなんかその洗練されたものの中から新しいものが出てくるというのではなくて、こう一見こう、こうでかあるようなラフだったり、なんですかね、そういうすごくこう精密に作っていたりとかっていうような、ものではなくても、その表現の中から、次を担うような新たな表現が出てくるのではないかというような、発想のもとですね、そういった作品を、そういったこう視点を持ちながら選ばれた作品を上映するというような意味が込められています。東アジアエクスペリメンタルコンペティションですけども、今回 ABCDE の5プログラムが、上映されます。でこちらはですね、以前からジャパントゥモローと言ったりしていた一般公募部門を去年から、何と言いますか、改編しまして、それまで、日本国内にのからの、作品を募集してたのをしてたんですけども、去年から、東アジア地域に拡大しまして、日中韓3カ国から、作品を応募していただきまして、今回は、446本、作品が、皆さんから寄せていただきました。でその中から、一次審査を、二次審査を経まして、22本の作品がノミネートされております。でこれを、会議中に上映しまして、会場で、最終審査員が、審査をして賞を決めるという部門になっています。で最終審査員は、まず研究者で広州の韓国広州のアジア文化殿堂のキュレーターのキム・ジハさんで、あと現代美術家でアニメーション作品も作られていて、イメージフォーラムでも以前東京ループというオムニバス作品に参加していただいたタバイモさんで、そしてインドネシアのミニキュノ映画祭というのがあるんですけれども、そのディレクターであるフランシスカ・プリハーディさん、この女性3人が最終審査員を務めていただきまして、会場で賞が決まるという、コンペティション部門ということで、イメージオーランフェスティバルはコンペティション部門1回目からもちろんやってまして、新たな映像作家を発掘するという、趣旨のもとやってたんですけれども、昨年からですね、もともとあった日本招待部門というのを、もうこの中に取り込みまして、本当に若いこれから作品をどんどん作っていくような若手の方から、ベテランの方まで、昨年のこの部門では、もう超ベテランのアニメーション作家である古川拓さんが、寺山修司賞というのを受賞されてますので、そういうふうに、ある種、エキサイティングというか、なかなか他にないコンペティションになっているんじゃないかと思います。で、コンペ自体のその、作品を選定するにあたっての、基準といいますか指標というのはやはり、個人の、商業映画にない独自の作家だ、独自の視点が出ているかというのと、あと、これからの新しい映像表現を切り開くような映画をぜひ、上映したいと思いまして、コンペティションの中でも、審査を行っています。なので今回の、このイメージオーランフェスティバルのテーマもラフ&ワイルドですけれども、洗練された映画、よくできた映画ではなくても、もうその人を
作り手自体の、まあ、情熱を感じられるような作品をぜひ求めてますので、また今年、このコンペ部門5つのプログラム見ていって、またこの自分でもこういう作品を作ってみたいとか、また作ってみるぞという方がいたら、ぜひまた、今後応募していただけたらと思います。では、今年、イメージオーラフェスティバル2019ではフィルムメーカーズインフォーカスという部門で、飯村孝彦さんを、取り上げます。今日はその飯村孝彦さんのプログラムにつきましてお話し、していただくんですけれども、まず中央の、映像評論家の西村智弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でアートの、企画やなりくもやられてます、映像作家の、ハン・ソンナンさんです。よろしくお願いいたします。まずですね、最初に西村さんの方から飯村孝彦さんの、まあ、これまでの活動って、うん、もう本当に60年代当初からの非常に長いんですけれども、ね、ちょっと無理を承知でかいつまんで、説明に至って、はい、で、まあ、本当に、まあ、いろんなことをなさっていてですね、まあ簡単には本当一言では言えないというところがあるんですが、まあ、一つの考え方として、まあ、主に何だろうね、3つのこう、特徴としてちょっと考えてみたいかなというふうに思います。で、まず一つはですね、初期の頃の作品、特に初期の頃の作品、つまり大体60年代の初頭ぐらいですね。まあ、元々今さんはその 8mm フィルムから制作を始めているんですけれども、特にですね、いわゆるその当時非常に美術の世界では非常に流行っていた読売アンデパンダント、読売アンデパンダントの展覧会、読売アンデパンダント展、でそこの作家と非常に交流があったということがあってですね、自分でその 8mm の、 その展示も記録してるんですけれども、そこに出品しているいろんな作家たちと一緒に作品を作るということをまず知ってます。で、初期の頃 そのいろんなこう当時 その美術とか、あるいはそのパフォーマー、当時はそのパフォーマンスのことはハプニングってとかって言ってましたけれども、いわゆるそのハプナーとかって言われてる人たちね、とか それからそのグループ音楽っていうそういう非常に前衛的な音楽をやってる人たちと共同してやってたということが一つあります。それからですね、もう一つは非常に何ですかね、その非常にこう映像を非常に拡張的に考えるということが一つあります。で、映画っていうのはこういうものだというふうな一般的な通念があったりするんですけれども、それを一般的な映画の上映とは違う一般的な映画の表現というものをはみ出していく方向っていうのを非常にこうさまざまな形で追求したということがありますね。それから3つ目はですね、非常にこう映像 その本質をこう追求していく考え方っていうのがありますね。それはその映像の在り方を映像によって問いかけていく、映像の構造とかシステムっていうものをそれを問いかけていくってことを それ自体を表現にして、問いかけていくって、常にその映像によって映像を考えるというふうなスタンスをずっと取り続けてるっていうのは、これも飯村さんの作品 の非常にこう特徴的な出来事だというふうに思います。飯村さんっていうのはね、その50、まあ、60年代から作品を作ってるんですけども、まあ、かなり先駆的ないろんな意味でね、非常にこう日本で実は今当たり前になってることも実はそれを日本の中で本当に最初にやってるとか、実はその、先駆者であるとかってことは実は非常に多くあります。で、飯村さんの考え方としては、そのもう本当に映画を作品を作り始めた時から、その映像は芸術であると、で映像とは美術であるというふうなスタンスでずっと作ってるんですよね。でそのそういうふうな考え方、今では別にね、その普通にこう美術館でも映像の作品とかっていうのは全然珍しくなく展示されたりとかしてますけれども、その当時の状況の中で考えた時に、その映画っていうものをあるいは美術とか芸術一般と同等のものとして
それを表現するんだっていうふうな意識っていうのはかなり珍しかったということがあるんですね。だからその時点でもう映画の表現というものを非常に拡張的に捉えていたなというふうに私は思いますね。結局その映画の表現の幅をどんどん広げていこうという、そういうところにちょっと私は行き着くのではないのかなというふうに思いますね。でそれをこう永遠とこうずっとやってる62年でしたかね、その内科画廊っていうところで個展を、初めての個展をするんですよ。でその内科画廊っていうこと、内科画廊自体もそのいわゆるその読売パンダンテに出ていた参加していた作家が、その読売アンデパンダンテが中止になった後発表する場所にしていたところ でそこで今さんはその映像の個展、上映会をやるんですよね。でだからその美術をやる場所、自分たち立場としては非常に対等的な立場としてこうやってるってことがあるし、そこでですね映像のパフォーマンスを行うんですよね。フィルムを演奏する試みっていうのをやるんですけど、それが今さんがやった最初の映像のパフォーマンス、当時はパフォーマンスって言ってないですけどね、ハプニングとかって言っていたんですけれども、その62年とかっていう時点で考えると、多分日本にはその映像でパフォーマンスをした人はいないし、でそれはもう海外のことを考えてもかなり珍しい、これはもうなんか圧倒的に早いなっていう感じですね。それからビデオに関してもあれですね、非常にこうでビデオの場合だと、その非常に反省的に作ったりする、やっぱその映像によって映像を考えるっていうスタンスは全く変わらないんですけども、フィルムの場合だと割とこうフィルムの物質性とか映写機の構造とかっていう、こう物質性の方に割とこう物質的なアプローチをするんですけれども、ビデオの場合だとあんまり物質的なアプローチっていうのはしなくて、見るとか見られるの構造とか、ビデオの記号学の三部作とかもそうなんですけれども、見るっていうことはどういうことなのかとか、そのフィルムで撮影することの意味っていうのは何かのかっていう、割とコンセプチュアルアート的なスタンスで、ビデオの場合はこう映像に向き合ってるのかなというふうな、そういうふうな違いはあったりはするのかなと思うんですけれども、ただ映像によって映像を考えるっていうスタンスは変わらないのかなというふうに思いますね。そうですね、私からはそうですね、ちょっと近いところから言うと、私自身がインターディシプリナリーアートフェスティバル東京というアート企画を、ここ数年やっておりまして、でその時に飯村さんの作品を上映させていただいたり、あるいは飯村さんの、パフォーマンスをさせていただいたりをしています。で、ちょっと今回はシングルチャンネルの上映ということなので、パフォーマンスの話をするとちょっとあれかなと思うんですけども、実際にパフォーマンスを記録した映画作品も多数作っていらっしゃいますので、ちょっと そちらに少し言及したいかなと思うんですけども、井村さんが私がお願いしたパフォーマンスというのがメイキングアンオーディエンスといって、で、ご自身が舞台に座り、で舞台にはスクリーンがありまして、で観客に背を向けて、ずっとお話をされてると、でずっと自分が舞台に立っている座っているんですけども、その前にご自身が昔した、同じメイキングアンオーディエンス のパフォーマンスの記録のビデオを最初投影し、その後自分自身の、プロジェクターの光によって照らされた影に対して、話をしていくというパフォーマンスをされていて、で飯村さんの作品というと非常にナラティブが排除されていて、非常にミニマルで、コンセプチュアルの作品、非常にクールな感じの印象を持たれる方が多いとは思うんですけども、井村さんのパフォーマンスに限って言うと、もしかしたら近年そうなのかもしれないんですけど、非常にこうご自身の
感情的な部分とかも反映されたパフォーマンスをその時していただいて、ちょうど2016年の3年前なんですけども、私はその見ていてすごくびっくりしたっていう、彼が創作をするきっかけとなったのが、16歳か15歳ぐらいの時に書いた 詩だったそうなんですね。でその詩がもう原点となって彼が映画制作をしたり、ビデオを作ったり、あるいはパフォーマンスを行ったり、今もちろん本も多数出されてはいるんですけども、その、エッセイを含めて、論文と論文のようなものも書かれているんですけども、なんかそういったところの原点を必ず考えながら、そういったところを見せたパフォーマンスであったというところで、また飯村さんのその作品はちょっと私はとまあ2点ほどちょっとあって、まあ、1つは記録、最初の皆す仲間たちのパフォーマンスを記録するということと一緒にパフォーマー、一緒にそのパフォーマーとなって活動されていたっていう部分に関して言うと、なるほどなと思ったのが、井村さんご自身がジョナス・メカスを撮ったりとか、あとは土方辰巳さんとか、あとは小野陽子さんとかをご自身が撮られているんですけども、でそういった形で自分のその同時代的に非常に豊かな表現活動をなさっているアーティストの方も一緒に記録をしていって、で面白いのが彼独特の記録を単にそこにあった出来事を記録するように記録するためだけに撮るわけじゃなく、必ず彼なり の, テイスト、井村隆彦テイストがありまして、なんかすごくものすごく見にくかったりわざとそういうような形で記録としてのなんだろう、その目的をなさないような形で作品を残されたりするんですよね。でそこにはやっぱりその彼自身の映像の表現としてこういった在り方っていうのを見せる重要な視点だなというのもすごく感じましたし、彼自身が記録としてのスタッフとしての感覚というよりもやはり作家としての意識がやっぱり強いので、そういうことをすることによってちゃんと自分の作品として昇華しているという部分が非常にあるんだろうなということはすごく思います。なのでなんかすごく重要な記録であっても、後世の人にとってはそれを見て何なんだって憤慨される方がいるっていうことは、中にはいるっていうのは聞いたことがあるので、すごくやっぱり面白いなと思います。で、そういった記録というか、すごくそれでもやっぱり撮ること、撮ってしまうし、撮っているっていうことはすごく重要なことで、その時代に見れなかった私たちのような人とってはすごく重要な財産になっているなというのはすごく実感はしてますし、あとは井村さんはビデオにはもちろん映るんですけれども、かといって別にフィルムがもうあまり好きじゃなくなったからビデオに移行したというわけではなくて、フィルムとビデオをそれぞれ違うメディアとしてそれぞれの特性を考えて今でも真摯に向き合ってから作ったり、今は近年はパフォーマンスが多いんですけども、パフォーマンスをなさったりしています。で、例えばビデオの作品オブザーバーオブザーブドなんかを見ると、やっぱりその、一見本当に物語も何もないので見ていてすごくミニマルなかっこよさはあるんですけども、そのなんかこう没入することができないような作品の作りになっていて、でなぜそれを没入させないかというと、彼がの作っている作品の目標到達地点というのは、作品に対して高揚感、見る人間が高揚感を持って作品に没頭してほしい、あるいはどうだ綺麗だろうとか、あるいはこのストーリーを一緒に追ってほしいっていう、そういった気持ちが全然なくて、で必ずその作品に対して見ながらずっと思考をさせ続けるような思考を求められる作品だと思うんですよ。でそれっていうのがということはイコール没頭を拒否
て、その作品の中にあるその崇高さっていうものを同時に拒否しているっていうような形にもちょっと私には見えていて、それはあの人によってはすごくあのもったい、なんだろう、あのちょっと消化不良を起こすような方もいるかもしれないですけど、例えば個人的に私が見るとすごくあの、まあ、美しい作品であり、そこに宿るそのビデオ作品の美しさっていうのがまたフィルム の, そのマテリアルを追求した作品とは違った美しさがビデオ の, あのシングルチャンネルにはあると思うんですね。まあ、私にはそういった作品自体がプロパガンダであったり、あるいは物語を述べたり、そういった完成したものとしてあの劇場の中で堪能してもらって、劇場の外にいれば忘れてしまうような作品ではないものとしてのその井村作品の強さといいますか、あの劇場の中で自分の社会と密接につながっていけるような作品作りをしている作家として、すごく私個人的には尊敬しておりますし、あの面白い作品だなと思うんですね。で、電子、そのやっぱり電気のその持つあの、まあ、フィルムはその一旦絶対現像しないといけないというそういうタイムラグがあるんですけど、ビデオには当然その同時性というのがすごくあって、もうその場で自分が そこに映るっていうことに対するあのものがあのずっとループしていたり、まあ、フィードバックしていたり、そういったものを含めて、そういった状況自体がそのあのメディアとしてあの非常に面白いメディアであるので、あのそこをすごく考えていつも作り続けていて、そこにあるその人間、ある意味でもちろん人工物なんですけども、人間の手が加えられる必要もなく、ただ自動的に映像というものが生成されてずっと流れているっていうような状況が非常にあの、まあ、特にこれは井村さんがインスタレーションした場合なんですけども、映像作品あのそういった時にすごく面白いなっていうふうには思ったりはするんですよね。なのでまあすごくあの一見ミニマルでなんかすごく男性的なあの作家だとか、すごく、まあ、ちょっとあの近づきがたい作家だっていうふうに思われがちなんですけども、なんか私はそういうふうには全く思ってなくて、あのなんかあの非常にそのあらゆるもの、まあ、人に対してもそうなんですけど、すごくフラットな人だなっていうあの感じの印象をすごく受けています。であのまあ、すごく中性的なという言い方をするとちょっと語弊があるかもしれないですけど、そういったあの作品のようなあのなんだろう、その何でしょうね、そのシンプルさがその強さを追求するためにシンプルさをあの採用しているっていう作品じゃないということなんですよね。そこがなんか私の中で非常に男性的でないような 作品だなっていうふうにあの解釈しています。でなんかそれがあとはまああの面白いのは飯村さん、あの大体オブザーバーオブザーブドでもご自身が出てまあ、これがすごい個人映画の延長でもあるなと思うんですけども、あの普通だったらすごい美男であったりすごい美女であったり、あるいはすごく特徴的な方を出したりするんですけど、なんかその飯村さんご自身がその何とも言えないその顔面をそのままさらけ出していて、そのままね、それはもうどれぐらいそのままかっていうのはもう見ている方がご判断できるぐらいのさらけ出しっぷりなんで、そこがやっぱり私はあのすごいなっていうのが、ただまあそのあのビデオにその自分が本人が出てくるっていうのは、まあ、彼がやっぱパフォーマーだからですよね。パフォーマンスもそのままでじゃないですか。別になんかこう特別な服を着たりとか、そういうことは絶対しない、しないので、あのでそういう意味で言ったらそのパフォーマンスもそのまま出てきちゃうから、まあ、そういうのの延長な部分もあるのかなっていう気はするんですけどね。そうですね。ああなるほど。まあ、こんなこと言うとなんですけど、結構ユーモラスだなっていうふうに思ったんですよ。あ、
あ、それが転じてユーモラスになっちゃってるって感じですよね。それも詳しいことは私も言いませんけど、そこまでさらき出すっていうようなことはよく見た人と話して笑ってるんですけど。まあそうですね。だからすごくミニマルな印象で、なんか一見この作品とっつけにくいんじゃないかなとか思うんですけど、でも見るとなんかこう、なんか引き込まれちゃうというか、見てしまうっていう。でも初期の頃の作品とかはあのまあね、どれだけそのユーモアまあ、を意識するのか分かんないですけども、ね、まあ、結構コミカルなのが実際にあったりとか、ね、あするあるあったりとかするから、あのまあ、だから今の中にちょっとそういうのを求める意識っていうのは、あの全然ないとは言えないのかなという気がしますね。ただ一方では本当にもう無駄なところをどんどんこう削ぎ落として、最小限のものだけで表現しようっていうのも一方であるから、あんまりそんなやっぱこうあのコンセプチュアルになっちゃうと、まあ、ユーモラスなところはなくなっちゃうんですけど、でも逆になんかね、その逆にその、ね、どんどん削ぎ落とした結果、あの変におかしくなっちゃうみたいな、そうっていうのはあるかなっていう気がする。そうです。そうですね、まあ、私からするとやっぱり映像映画をあの使って表現活動するのであれば、やっぱり映像映画とは一体何なのかという批評性を持って作品にあの取り組んでる作品が私はやっぱり面白いなと感じるんですよ。ただビデオ そのボタンポチッと押したら誰だってもう撮れる時代なので、じゃあ一体あのそのなぜ映画っていうもの、まあ、それ当然時間軸であったり、もうそういったものたくさん の、まあ見方があるとは思うんですけども、でもまあ井村さんに関して言うと、本当にその、観客と作家 の、まあ、立場を、まあ、それをスイッチしたりスイッチしなかったり、あるいはその部分を常にビデオによって見せることによってあの考えさせられる作品というのを作っているので、だからその作っている人間が特別な存在であるというしないような形としての見せ方であったり、あるいは作るそのもの、作っている私そのものは一体何なのかという問いを観客と共有しているというか、そういったこともされてるような気もするんですよ。そうです、自分ある意味自分も観客になっちゃってるみたいな感じ、特にパフォーマンスとかだと、そういうふうなパフォーマンスがあるから、それでそうで自分が要するに映画を作ってるけども自分が見てる観客でもあると、じゃあそれじゃ観客って、ね、どういう存在なんですかみたいな、それを常にこう映像 こうあの、まあ、いろんな立場の人がいたり、いろんなこう作る人がいたりとか見る人がいたりとかするけども、そういう関係性みたいなのが一体どうなってるのかっていうのを、その、ね、特にビデオの作品はそういうのかこうその関係性をこういろんな形で問いかけてるっていうところがありますよね。そうですね。であとはやっぱりそう、まあ、ご年齢にもなんですけども、やっぱり今でもパフォーマンスをして、やっぱりあの自分の作品を見せるっていう努力をされてるっていう姿もすごく、私とすれば映像とか、まあ、あのまあ他の業界はわからないですけど、映像映画に関して言うと非常に映画監督ではないという話で言うと本当に素晴らしいことだなと思います、はい。で、内容の方なんですけれども、エクスペリメンタルパノラマの中で、現代ポルトガル映画語りの冷静という、プログラムがあります。で、イメージホラムフェスティバルで上映される作品というのも非常にこう映画作品、まあ、映像作品多様なんですけれども、いわゆるこうコンテンポラリーアート現代美術の分野で文脈で、捉えられるような映画もありますし、いわゆるドキュメンタリー映画やアニメーション作品なんかもあります。で、普段あの皆さんが映画館で見るような映画の中で、まあ、多少すごい作家性の強いものに近いというか、そういったものも上映されます。で、そういう意味ではあの映画館で、まあ、ちょっとこうアート映画、ヨーロッパのアート映画とかアジアのアート映画なんかをご覧のお客様には、現代ポルトガル映画この特集が、まあ、アクセス分かりやすいというか、おすすめなんじゃないかなっていうふうには思います。
いわゆる劇映画の文脈においてなんですけれども、非常にこう語りというか物語の中で非常に作家性の強い捉え方をして、作品を制作しているというような、個性の強い作品を選びました。まあ、なぜポルトガルなのかというと、結構ポルトガルの作品で、かなりこう何ですかね、作家性の強い表現がかなり実験的な作品というものが多いなと、いろんな映画祭で見た印象がありまして、そういったものをこうまとめて上映するということで、まあ、それぞれの関連性とかあるし、ポルトガル映画の豊かさ、まあ日本だとペドロ・コスタとかマヌエル・デ・オリベイラっていうが紹介されてますけれども、そういったものに連なるような、まあ、そこからまあ、現在においてどのようなものが生まれているかというようなことも含めて、まあ、見れるかなと思いまして、こういった特集をやってます。で、まあ、作品としては、まあ、皆さんの熱波っていう作品がこのシアターイメージフォーラムでも公開されましたけれども、その監督の、2015年の作品アラビアンナイトという作品とか、まあ、こう名前がある程度知られている作家もいますが、全く日本初紹介の作家、他の3人はそうですね、アンドレ・ジルマタと、アヤコレツキーとリサ・アゼベード・ゴメス、この 3人も日本で多分作品を上映するのは初めてなんじゃないかと思いますが、まあ、非常にこれ 3作品ともすごく独特の作風の作品なのでおすすめです。で、一部、シアターイメージフォーラムでの1回目の上映東京の、は満席になってたりするんですが、スパイラルホールは、かなりキャパもあるので、こちらではまだ席の方おそらく当日もお座りいただけると思いますので、ぜひいらしてください。はい、あとこのポルトガル以外でいくと、ヨハン・ラーフ、ヨハン・ラーフはイメージフォーラムフェスティバルでも何回か、紹介していますけども、まあ、オーストリアの今この若手という、まあ、あんまりもう若手じゃなくなってきましたけど代表する作家、映像作家ですね。で、彼の星、まあ、ちょっと読み方が星のマークなんですけど、星の映画を、上映します。これは映画史上の、に出てくる星空を、時代的にクロノロジカルに並べていった作品で、いわゆる本当に映画の最初期の星空から、最新の SF 映画なんかの SF を駆使した、星空、そういったものがこう550作品ですね、並んでいくと、星空だけで構成された映画ということで、いわゆるファウンドフッテージの映画なんですけれども、ある意味こう何ですかね、人間というのイマジネーションというのが映画が誕生したまだ頃は人間って宇宙に行ったことなかったと思うんですけれども、その宇宙以前の地上の民がこう思いを馳せる星空っていうのと、まあ、よりこうサイエンスフィクション的になっていく、まあ、よりこうその宇宙を経験した後の人間がまだ星空に見出すもの、そういったものがこう、まあ、映画っていうのがある種夢を見させるということでもあると思いますので、そういったこう変遷も見られるという意味では、まあ、あと映画好きの人にとってはこのシーンはこの映画だなとかっていうことも含めて面白い映画になってるんじゃないかなというふうに思います。で、あとはスーザン・ピット、アニメーション作家のスーザン・ピットの追悼のプログラム、あとカナダの女性映像作家のジョイス・ウィリアンドの特集、あと、ビデオアーティスト、フランスのビデオアーティストのキャロル・ロッソ・プロスと、女優のデルフィーヌ・セイリグの、友情と、まあ、共闘関係というんですかね、を描いたデルフィーヌとキャロル、ドイツのエドガー・ライツとウラシュテックルが作った、まあ、ある種反映画的な試みの、まあ、なんていうんですかね、パフォーマティブな、でありながらも映画の上映というものにも関してもすごくこう独特なアプローチをしたゴミ箱キットの物語っていうのを、上映します。はい、はい、私はジョイス・ウィーランドのセールボートがまず印象に残りました。3分という短い映像なんですけど、この画面でボートがずっと左から右にひたすら流れていく映像で、最初は
これだけで終わってしまったらどうしようと思ったんですけど、途中で一瞬背中が映るショットが入るんですけど、なんか本当誰の背中かを特定されないようなものが本当に一瞬カットが入るだけで、なんか全然ものが全然違う物語が奏でられ始めて、この誰のか特定されない背中だからこそ、なんか自分の背中にまつわる記憶っていうのが呼び覚まされて、この一瞬のカットだけでこう全然違う映画というか印象になるんだなって思いました。なぜその背中に引っかかったかっていうのが、本当にただ背中つながりっていうだけなんですけど、最近長島ゆりえさんの「あの背中の記憶」っていうエッセイを読んでいて、なんか背中ってこう自分ではどうしようも細工ができないからこそ、なんかにじみ出るものがあったりするのかなっていうのと、あと本当に個人的なあの感想というか思い出なんですけど、あの山中貞夫監督の「人情紙風船」の映画をこう先生とかのなんか授業で見た時に、こうその映画の中で背中がすごく印象的だったっていう感想を言った時に、あの綾子先生がなんかそのそういう背中について書かれてる論文があるのよとか、なんかそこに目が行くのねみたいなのを褒めていただいたのが思い出したというか、ね、ちょっと自分にとってはこのセールボートは結構そういう意味で印象的な映画でした。でもなんであの、はい、ボートのところにその背中っていう、はい、なんかこう組み合わせがやっぱり面白いといえば面白いよね。なんか基本的にはやっぱりすごくシンプルにね、このままずっとこれが繰り返されると思ってたよね。そうそうそう、あっていうね、そのタイミングがすごく新鮮で、だから3分で短いんだけど、うん、そこがすごく楽しいですよね。あとはウォーターサークっていう作品が印象的で、本当にその辺のものも捉え方というか問い方が違うだけでこんなに異質なものに感じられるんだっていうのが一番強く感じたのと、あとその音とか映像がこうどんどん歪んでいくことでもうなんか輪郭をなくしていって、不思議な感覚になんかこう身を委ねられるというか、ちょっと無になれるみたいな感覚がまた心地いいなって思いました、はい、結構途中中盤からこう実は多分お風呂とかに入っていた撮影者が自分の乳房をこうちょっと面白がって撮っている映像が入ってくるんですけど、こう私がその映像を見た時にあの長島ゆりえさんの初期のポートレートの作品を思い出して、こう大体ムードとかはちょっと美化されて綺麗に女性の身体を撮られているけど、でも日常の裸っていうのは全然そういうものではなくてっていう、その長島さんの初期のポートレートを思い出して、結構そういうポートレートとか身体の捉え方って私はその90年代とかの作品の印象があったんですけど、そのこの60年代の時代からこう美化されがちな乳房をなんか自分でちょっと面白く、滑稽にって言うと言い過ぎかもしれないんですけど、こう面白く捉えてそれを映像作品として作ってるっていうのがこの時代としてはすごく革新的というか新しかったんじゃないのかなって思いました。
ですね。多分あの60年代の終わりから70年代 の、 その、まあ、女性たちが映像作家としてあのその明確に自分がフェミニズムっていうフェミニズムその映画監督っていう意識を持ってるか持ってないかは別として、多分こう自分たちの体は自分たちで撮りたいとか、自分たちのあのなんていうのかしら、あるべきものではなくてそのままをあの見せたいとか、そういうやっぱり欲求はすごく強かったんじゃないのかなっていうか、ね、あの、デルフィーヌとキャロルの中でも同じようにやっぱり、うん、あの出てくるイメージだと思うのね、うん、だからあのやっぱりあの時代60年代から70年代って多分いろんな意味でその性の解放っていうこともあったし、ただそのなんていうのかな、まあフリーセックスとかそういうラブみたいなのとは別に、その自分の身体を知るっていうのも多分その映像としてカメラを自分に向けるっていうのがすごく重要だったのかなっていう気もするんですよね、うん、でもゴミ箱もなんか突然そうですね、突然なんか出てきますよね、すごく面白かったですね、なんか普通のみたいな感じでやたらなんか男性の下半身が出てくるなって感じで、もうあの頃はきっとあの本当にこうなんていうのかな、あのセクシャリティとか、うん、その性器とか、うん、そのやっぱりあのあれのあのキャロデルフィーヌとキャロルの、うん、もう最近名前とかが出てくるとかキャロルの名前出てくるけれども、うん、あの何でしたっけ、セックスしなきゃいいっていうね、うん、中でその女性が自分 の、 そのオルガズムを覚えたことをすごく言ってたりとか、うん、あと、ね、妊娠した時にね、こう見ながらあの産婦人科に行くんですけど、やっぱり自分の体を知るとか、うん、男性器を見るとか、うん、それがやっぱり70のこの時代の特徴でもあるんですね。そう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 、アスパラガスもそうですね。そうですね。スーザン・ピットのアスパラガスとかになるとどう？本当に結構直接的な合成的なまあ象徴とか表現を、まあ、このアニメーションのタッチのポップさ、キッチュさでこう、うんうん、ちょっとコーティングをしてるだけで、うん、だいぶ直接的かつなんか滑稽に描いているなって思いました。結構私はアスパラガスは結構気持ち悪かったですあの集合体恐怖症的なところがあるんで、まあ、草間もかなり絶対なんですけど、ね、私アスパラガスの意味で草間を思い出してしまって、うんうんうん、生理的な嫌、うん、な感じも含めてやっぱすごいなと思いました。あ、そうですね、なんか多分あのこう、劇場で見たらやっぱり絵の美しさってすごいと思うんですよね、うん、多分あの本当に、うん、色とカラーと、うん、で、まあ、本当に草間彌生とかもそうだと思うんですけれども、うん、そのなんかこうアンマッチって言ったら変ですけど、うん、ミスマッチっていうか、うん、そのそうですね、今やねおしゃれうん、そうなってるけれども、ね、でもやっぱりなんかちょっとそういう、うん、ある種こうざわざわっとした部分があるって言ったら変ですけど、なんかでもそのやっぱりただ美しいじゃなくてあのざわざわっとした部分があるところも、うん、なんかこの時代の70年代の女性の、まあ、別に女性じゃなくてもそういうのを作る人は多いんですけれど、でも結構前景化されているって言ったら変ですけれど、でも例えば全然関係ないけど草間彌生とかも見てみるとやっぱり象徴的なそのすごくセクシャリティに関するものってものすごくそこにあると思うんですよね。でもなかなかやっぱりそれをその別に解釈する、例えばだからこれが、ね、男性器的なものが草間彌生にあるからうんぬんっていう解釈をするかどうかは別として、でもやっぱりそこのイメージにあることをシンプルにあることとして見るっていうことはすごく大事だと思うんですね。だから意外と そこの部分を意外となんか無意識にスルーしてしまうって言ったら変だけど、あたかもそういう性的なセクシュアルなことがないかのようにあのスルーしてしまうことが多くて、それは私はやっぱり、うん、ちょっとおかしいんじゃないかなって思
思うんですよね、うん、その中にやっぱりそこにイメージがそこにあるとするんだったら、うん、それに向き合うって言ったら変だけど、うんだからまあ、そういう意味ではなんか多分そのアスパラガスとかあのジョイス・ウィーランドが例えばそのさっきちらっと見たけれどもキャットフードとかでその猫を使ったりとか動物を使ってあれも何でしたっけ、あの北アメリカにおけるネズミの生涯あれはかなり明確にあのそのなんていうのか人そのネズミと猫というその支配されるものとそれからあの閉じ込められているものっていうのをすごく明確にそのなんていうのかなあのメタフォーを使ってるんだけど明確にその政治的なメッセージを出すっていうのと、まあ、ウィーランドの場合はそういう連帯もそうだけど多分しっかりとその政治的なこうある種のメッセージ性を持ったものとそれからあのセルポートみたいにもうちょっとこう時系画的な2つ の, この流れがあったのかなっていうで多分時系画的なその要素っていうのは、まあ、彼女自身がマイケル・スノーとかフリス・ランプトとかいわゆる男性の時系画作家の中で、まあ、あのもうちょっとこう伝統的な時系画っていう流れを使いながら持ちながらその中でこう自分の多分女性アーティストとしての違いも含めてあのこう模索してたのかなとあとその男性 の, その監督が必ずしもあの特に事件画作家の場合にいわゆるメッセージ政治的なあのメッセージっていうのを前面に出すとは限らない中でまあ、ミランドは例えば連帯のようなねああいうそのデモンストレーションの映像を撮ったりする、まあ、それはあの多分デルフィーヌとキャロルの、 あの、キャロルのデルフこの2人 の, その活動にもつながるとは思うんだけれども何かそういう意味ではこう女性のこの時代の女性 の, あのアーティストってっていうか作家っていうのは。両方にこのすごくやっぱり政治的なある種のメッセージ性みたいなものとそれからそういうメッセージと全く離れて実験的な映像的なものを作りたいっていうのをなんか両方が見れて面白いなと個人的に思うんですけど私は全部は見れてないけどゴミ箱キットこれこの上映形態自体もここ読むとすごくあのメニューから観客が選んで決めるっていうこれ自体も相当新しいなっていうか逆に今ありそうだなっていうのを選んで好きなものをセレクトしてみていいですよみたいなスタイルってまあだから単独で見てもいいってことなのかもしれないですけど、まあ、ちょっと抜粋したものを見せてもらいましたけどなんかすごくこうあの赤いワンピースなんかまあおしゃれと言えなくもないなんか画面でもあるんですけどかなり滑稽なことがいろいろ繰り広げられたりまあ相当に悲惨なこととか相当なことが毎回起こっていると思うんですけれどこれはそうですねこの68年の政治的熱狂を受けて作られたっていうのがその辺はちょっとこう言葉がわからない部分もあったので先生はどういうふうにご覧になりましたいや私もこれは、うん、あの言葉がわからないのとあのちょっと一部しか見れてないのでわからない部分の方が多いんですけれどでも多分あのこの時代 の, その起きているその政治的な状況っていうのを多分政治を政治として出すっていうことはしたくなかったんじゃないかなっていう気がするんですよね。だから彼女、まあ、エドガー・ライトはまあ普通のフィクションのそれこそあのハイマットなんかも撮っている監督だけれども、まあ、オーバーハウゼンから始めていてで同時にこの、時代では71年だと本当にファスビンダーとか、うん、あのいわゆるニュージャーマンシネマの人たちが出てきていて、うんだからいろんな多分こう、まあ、この中には言葉が分かればもっと、うん、あの具体的に、うん、あそのエコロジーの問題とかも出てくると思うんですけれど、うん、やっぱりゴミ箱っていうのがね、うん、多分だと思うんですけど、うん、でもあのやっぱりフォルムって言ったら変だけどそのこう自由に見れる、うん、あの選択的な、うん、その
上映形式とか、うん、そういうのも一つの、うん、あの、うん、まあなんていうのかな、あのそれこそだってもそもそもバウハウゼンは短編で、うん、作っていたのを結局、まあ、例えばあの長編の長編を作るっていうこととの違いとかね、うん、そういうのもあったのかな、うん、でももしかしたら全然違うかもしれないですけど、うん、こう空気感的にはあのひなぎくとかその辺ともちょっと近い感じがして、なんか今見てまたこう若い人とかにも受けるんじゃないかなっていう気がしたりしました。結構皮肉な感じというか。でもそういう意味ではやっぱりひなあのヒテロワに比べるとなんかこうスタイリッシュさみたいなのはちょっとやっぱり違うかなっていう。まあちょっと、うんうん、なんていうか割と緩いっていうか、うん、あの作りも割と、適当って言っちゃいますけど、それもまたちょっと面白かったんですけど。でもあれあのこういう作り方って今、うん、今みたいなのって多分今美術館とかのインスタレーションに近いような気がするんですよね、多分あのこう一本の映画を最初から最後まで、うん、あの始めがあって終わりがあってっていう、うん、その非常にがっちりした、うん、あのこう物語中心の映画ではなくて、本当に美術館でこういろんなセグメントが並んでいて観客は歩いて見れる、だから彼らがもしこの時代はまだあんまり美術館でこの映像を見せるっていうことはなかったし、完全にもう今は逆にもう美術展で映像ない美術展なんかないっていうぐらいに映像がもう中心になってきているけれども、その意味でも多分こういう新しいですね、うん、多分なんていうのかな、先駆的な部分もあったんじゃないかなと思いますけどね。反映画っていうのがまた、うん、映画ってものをちょっと解体したり、うん、そうですよね、うん、であとあのちょっとやっぱり順番はどこあの観客が決めるっていうのじゃないですけど、うん、やっぱり初期映画に関を考えると、うん、あの大列車強盗とかは、うん、一番最初にあのっていうか、ものあの列車強盗のその感とは別に、うん、あのこう観客に向かって銃をこういう風に撃つ、うん、あのショットの部分だけがくっついてきて、うん、それでそれは劇場主の方で一番最初に映しても一番最後に映してもいいっていうなんですよ、でだからそういうのももしかしたら初期映画のそういう、こう、歴史っていうのも踏まえて考えたことなのかもしれないし、全然もうあの関係ないかもしれないんですけれど、その辺は面白いですよね。IQ システムとか、商業映画的なシステムっていうことに対抗した、あの上映方法っていうのを本人たち言ってたみたいですね。なんでいわゆるその映画館で2時間半の、うん、2時間の映画をお金払って見るっていうのは、もうそういう映画やってても自分たちの映画は上映してくれないし、だったらもう自由に自分たちの上映方法を考えて上映しようみたいな意図でそういうような仕組みを考えてるっていうのは、でも実際にこれやっぱりあのそのそういう上映で上映されたんですか？みたいですね。なんかあのいわゆるこうバーとかそういうレストランとかなんかそういうようなところでやってたみたいですね。そうですよね。でもこの時代ね、やっぱりフィルムでそれをやるのって大変ですもんね。うん、だからまあでも同時にね、デルフィーヌとキャルンなんかも見ると、その本当にビデオっていう新しいあの機材が出てきて、そのフィルムからビデオ、まああのここでもこの映画の中でも言われてますけれども、やっぱりビデオっていうのが出てきた時に、キャロルはあのキャロールはあのフランスで2代目 の、 あの映画の中で言ってましたけど、ね、2代目のそうジャンル・ゴダールが1代目を作って2代目のだからやっぱり、まあ、これがすごく面白いなと思ったんですけれども、うん、まあ、いろんな意味でそのビデオっていうその機材を手にして、まあ、これ16ミリもそうですけれど、やっぱり新しいそのなんていうのかな、人が参入できるっていうのは本当に技術的な、今だったらデジタルとか、あの特に女性とかそのマイノリティの人たちとかが、あのこうあるいは業界あるいは商業映画の非常に
かりした仕組みの中で、まあ、こういうエクスペリメンタルの実験もそうだと思うんですけれども、やっぱりすごく機材って大きいなっていうのを感じていて、でこの映画の中でちらっとあのビデオですごく良かったのが、あの映したものをやっぱり自分たちで確認できて、それでそこから始められるって言って、その当時やっぱり女性たちはまだその、自分たちが撮ったものとかに対する自信っていうものをあの明確に持っていなかったから、その意味でその自分が撮ったものをすぐ確認してあのやってでなんていうの作っていくことができるっていうのはすごく役に立ったっていうふうに言ってたのね。だからそれそのやっぱりこう映画って多分その技術的な部分となかなかあの私も全然技術はあの苦手なので知らないんですけれども、やっぱりそういう要素ってすごく大きいですよね、エクスペリメント、特に実験映画の場合なんかは。そうですね、その機材によって生まれてくる作品の違いっていうのもあるし、生まれなかったものがやっぱビデオが登場して生まれたっていうものがすごくたくさんあるような気が、デルフィーヌとキャンドルはどうでした？はい、一番こう印象的だったのが、そのマルグリット・ジラスとシャンタル・アケルマン と、もう一人リリアーヌ・ドゥ・ケルマレック、はい、ですね、3人、の3人の監督に共通しているのが、そのデルフィーヌを撮っていることだっていう文章がとか役がすごく一番面白くて、こう先生から考えて、そのデルこうなぜその3人の監督がこうみんなデルフィーヌを撮りたいと思ったというか、まあそのキャス設定とか役柄っていうのはもちろんあると思うんですけど、こうなぜこう撮りたがるような女優だったのかっていうのを、はい、お聞きしたいです。いや、その辺は私はあの分からないといえば分からないんですけどでも多分、まあ、彼女は、まあ、アラン・レレの映画で、あの去年マリンバードで出てきていて、その前はまあ演劇をやっていて、で、スイス系のフランス人なんですよね。で、はい、あのいわゆるなんていうのかな、きれい、まあ、もともとでも、まあ、ジャック・ドゥミーなんかは後で出てきますけれども、多分その最初の頃からその女性運動、フェミニズムに対する関心を明確に述べていて、それで、そういう多分仕事の選び方をしてきたからなのかなと、まあ、あとはもちろんそのただ綺麗ではなくて、やっぱり例えばカトリーヌ・ドゥヌーヴの美しさとは、まあ、やっぱり全然違う、まあ、ドゥヌーヴも大人の女性になるわけですけれども、やっぱり出た頃は可愛い女の子とか、ブリジット・バルドーとかね、あの当時すごくアイドル系のその可愛い女性っていうのとは全く別に、最初からすごく大人のその女性っていうのを演じていた、女性だからなんじゃないかなって思う。で前々からあのウルリケ・オッティンガーとかにも出ているし、だからずっと私は個人的にはデルフィン・セーリングをちゃんとあのどういう人だったのかなってあんまりあの最初は知らなかったので、彼女自身がこのフェミニズムにここまでコミットしてるっていうのも、あの映画を作ったこともあの知らなかったんですけれども、でもあのちょうど2年前 の、 あのソウルの女性映画祭で、フランスのビデオアクティビズムの特集があって、でその時にこの映画の中でたくさん出てくるあの断片映像をほとんど見る機会ができて、でデルフィーヌ・セーリングもう撮ってたんだみたいな、だからあともう一人ジャンヌ・モローになるわけですよね。でもなんかジャンヌ・モローも映画一応ね監督しているわけですけれど、あのやっぱりジャンヌ・モローはやっぱりちょっと違うかな、どこが違うかなってうまく言語化できないんですけれども、féminin, féminine, qui est propre à la femme, grâce féminine, charme féminin.
Comme je suis une femme, j'ai maintenant envie de faire des choses qui m'importent énormément. J'admire beaucoup les mouvements de femmes actuelles qui cherchent à sortir de la situation dans laquelle elles sont, aussi bien au point de vue de leur travail, de leur salaire, et en même temps d'une autre forme d'oppression qui est l'image qu'on veut avoir d'elles, qu'elles se sentent obligées d'avoir d'elles-mêmes. À présent, on a toujours vu les femmes, finalement, telles que les hommes les ont peintes. Et je pense qu'il est très important maintenant que les femmes commencent à se montrer elles-mêmes. Il m'a dit, il y a une machine révolutionnaire qui vient de sortir. Très vite, Delphine avait compris l'utilisation subversive de la vidéo. Les hommes ne leur laissaient pas la parole. Dès qu'elles étaient dans une boîte, dans ce pouvoir de la télévision, les gens se taisaient et les écoutaient. On a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté? Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure, et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. Et voilà, on est devenues copines. C'était une période d'une créativité intense. Jack Warner, le chef de studio, voulait que je mette des faux seins. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché. Si on est féministe et qu'on est actrice, on cesse pratiquement de jouer si on ne veut accepter que des choses qui donnent de la femme une image féministe. On cesse d'être actrice parce que ça n'existe pas. Il y a énormément de femmes qui ont bousillé leur carrière en prenant des positions ouvertement féministes, bien sûr. Tout va très bien, madame la ministre, tout va très bien, tout va très bien. Pendant, tout va très bien, madame la ministre, tout va très bien, tout va très bien. あの私も部分的にしか分かってないんですけれど、アケルマンが言ってたことがすごく印象的で、あの映画のシーンも紹介されてたと思うんですけど、娼婦がお客さんを返した後に家のことをするっていうシーンがありますね。ベッドメイキングしてじゃがいもの皮むいたりとか、そういうのを、まあ、男性かとかそういう日常をとあんまり描かない、描いたとしてもなんか女が見ては全然違うみたいな感じに描いちゃってるけれど、それをちゃんと描きたかった。それにあたって普通の人でなくデルフィーヌにやってもらったのは、まあ、彼女は貴婦人みたいな美しさがある人なので、そういう人にやってもらった方がそういう日常の仕草がよりこう可視化されるみたいなことをアケルマンが言ってて、あ、なるほど、やっぱりこう いかにも主婦みたいな人がやるよりもやっぱりその仕草というものがすごく際立って見えるっていうところがあるのかなと思って、多分やっぱりこう、あ、そういえば今度復元版がね、今年多分やりますけど、やっぱり去年マリエンバードのあのイメージって強烈だと思うんですよね。やっぱり最初見た時に何とも言えないこうミステリアスなあの雰囲気があって、で、まあ、結局あれシャネルの衣装だったと思うんですけれども、シャネルはそこまで着こなしてすごく素敵だなっていう、やっぱりアケルマンの中にもそういうイメージだから、ただ綺麗っていうんじゃなくて、なんか高貴な感じがね、あの非常にこう一方であのそれこそ象徴的な女性性の、女性性のこう当てがわれてますよね、そういうイメージがある人だからこそ、でももう一方でそのアケルマンがジャーヌ・ディールマンで描きたかったのは、その女性のいわゆる日常の私的な空間の中の日々のあの日常の生活であって、あの日常の仕事営みなわけですけれども、それも女性性なわけですよね。だから女性性のこのこっち側とこのあの神話化された男性から見る女性性と、それからまあ女性自身がその行っているその日常の、まあ、営みっていうのを、それをこうデルフィン・セイレブがちょうど両方を表すことに、まあ、でもそれでもね、あのジャヌ・ディールマンのデルフィン・セイレブはすごく綺麗ですけどね、綺麗ですよ ね、何をやってもやっぱり映画的に美しいなっていうのがまた見てしまいますよね。こびない美しさと、なんかすごい自律的な印象がありますね。はい、一番最初にだって出てくるシーンとか、オートバイでなんかこうついて出てくるシーンだし、うん、
でもやっぱりこうビデオを手にして、うん、カメラの後ろ側、カメラの前側じゃなくて後ろ側に立っているデニフィールセーリング の, やっぱセーリング の, あの表情とかがすごく楽しそうでいいなとか思って、うん、本当になんか様になるというか、ああいう女性を見るとこう周りも勇気づけられるんじゃないかなと思います。当時のやっぱりそのフランス の,、うん、あの女性運動のいい、すごくこう貴重な記録にもなっているし、エピソードで、娼婦の、何でしたっけ、リオンの、リオンの娼婦たちは語る、で、ジャンヌ・モローとかもみんな来る予定だったのに現れたのはデニフィール・セーリングだけだったっていうエピソードもあって、あと、まあ、ちょうど時代的に言えば343人の、いわゆる中絶をしたことがあるリストっていうの、あれがこうリストの名前がたくさん出て、あれはフランスのやっぱり女性運動の中ではすごく重要なモーメントなんですけど、本当に名前見るとバルダも出てくるし、モローも出てくるしっていう、ものすごく自ら公開したそうですね。うん、だからちょうど71年にヌーベル・オブ・セルバトールのこの雑誌の記事の中で出てきて、でフランスはね、バルダの歌う女歌わない女でも出てきますけれども、本当に中絶がやっぱりカソリックの国なので合法化されるのにすごく時間がかかった。まあそれは今ね、アメリカでも同じなわけですけれども、ですからやっぱり、まあ、アニエス・バルダとかこう横にもこうつながっているビデオアクトビズムのその、なんていうのかな、フェミニズム的な、まあ、ある種こうミリタントな、運動的な映像というのと、それからバルダが撮ったような、まあ、一般の商業映画の中でもその女性監督がそういうメッセージ性のものを作り出していくっていうのがこの時代だったかなというふうに思いますよね。まあ、やっぱりすごく自分 の, 体のことは多分自分 の, その体は自分で管理するっていうことと、それから、まあ、映画の中だったら男性が描いている、あるいは男性の中で描かれた女性を演じるっていうのではなくて、女性自らがそのなんていうか自らのストーリーをこう語っていくっていうのがすごく重要だったっていうので、デニフィール・セーリング自体も何回かこの映画の中で言ってますけど、うん、なんかある程度やっぱりこういった60年代の、うん、例えば女性作家のキャロル・ロス・ブルースとか、マジョイス・ウィラーの祖母かもしれないですけど、うん、なんかそうある程度こう全体的に再評価されてるっていうか、うん、なんかそんな感じはあるなってなんとなく感じるんですけど、うん、 そうですね、その辺どうなんでしょうか、うんうん、それこそ一時って言ったら変ですけれども、もうその90年代、まあ、それこそ2000年に変わるぐらいですかね、そのミレニアムになるぐらいの時にもうポストフェミニズムとかいうふうに言われてきて、まあそのやっぱり経済がね良かった時には結局はそのなんていうのか、まあ、これ女性だけではなくてやっぱりマイノリティの人たちもその一種のこう繁栄の中に入ってくるけれども、何かがやっぱり変わってくると一番最初にこう出てくる部分があると思うんですね。で、まあ、それはまあ一つには最近ですと多分 MeToo とかそういう運動の中と、あとやっぱり若い今の若い世代の人たちが70年代のフェミニズムを発見するって言ったら変ですけれども、それでもう一回こう再評価になっているのかなっていう感じはするんですね。まあ、ある意味ではその60年代70年代のフェミニストたちが悩んでいたことが今自分が悩んでいることとすごく重なっているっていう部分も、まあ、ソウルの女性画祭とかで、行ってこう若い人たちがこの映像を、まあ、映画祭に来て、でその、まあ、2年前にしてもやっぱりあの時代のことをこう知っていくっていうのが、うん、でも知って歴史として知るっていうよりかは今自分たちが
直面している問題とのその流れを感じていくっていう、そこなのかなっていう気はするんですけど、まあ、だからそこが日本ではどうなるかっていうのが、日本でもでも、まあ、もしかしたらやっぱり、うん、あのこのフェミニズムっていうね言葉をあのいわゆるレッテルを貼るか貼らないかっていうのは別だとは思うんですけれども、まあ、例えば女性の映画監督とか女性の作家に、まあ、笠さんもそうだけれども、こう興味がっていうかすごく共感を持って、まあ、例えば文学でもそうですし、写真でもやっぱりすごく女性のアーティストが増えてっていうか、まあ、前景化されてきているっていうところがあるのかなっていう気もするんですけどね、うん、やっぱりそのこの時代の方たちが切り開いてすごく良くなった面もきっとあると思うし、でも依然として同じ問題が今もあったりするっていうのがこう見て、その開きと開いてないところっていうのを両方感じるところありますよね。未だにやっぱ女性監督っていう言葉は、ね、特別なものとしてというか、男性監督って言わないのに女性監督っていうとか、まあでもそこって難しくって、なんかこう、やっぱり差がないんだって言っちゃうと、言っちゃってどうなのかなって私個人的にはやっぱり思うんですね。つまり差が例えば、性差はないっていうふうに言った時に、やっぱり多分性差を感じない、あるいは性差がないというふうに言えること自体がもうすでにマジョリティの側にあるからなんじゃないかなって思うんですね。だからそうした時にその、なんていうのかな、こう、まあ、これはだからあのフランスのエクルチュールフェミナンって言って、その女のエクリチュールっていうフランスのそのフェミニズムの中ですごく重要だった、こうやっぱり男性とは違う、その女性のその文章っていうのがあるんだっていうのが、多分欧米圏っていうか英米圏に比べて、英語圏に比べるとフランスのフェミニズムではすごく強かったんですよね。まあ、それは例えばこう同性愛のいわゆるレズビアニズムも含めてですけれども、そういうふうに考えた時にやっぱりまあ男性監督と女性監督というふうに言った時に、まあ、その男性監督っては言わないわけですけれども、でも多分監督というふうに言うと男性っていうやっぱり前提があるだろうと。でそれだったらやっぱり、まあ、女性監督っていうのを、まあ、私なんかは逆に大事にしたいなって思っちゃう方なんですね、まあ、これはだから女性画祭に関しても必ず出てくる疑問なんですけれど、ですから、まあ、例えば逆にこのイメージフォーラムのようなこう実験画の中でやっぱりこう女性監督の作品っていうのもやっぱりある種別に女性監督としてくくらなくても、きちんとそれが同じ土壌に入っていれば いればいいと思うんですけれど、やっぱりでもどうしてもこう今までのその実験監督の歴史の中でもやっぱり男性監督が中心になってきた歴史があると思うんですね。ですからやっぱりそこでは今回みたいに、まあ、でもイメージフォーラムももちろんベラ・ヒトレワもバーバラ・ハマーももうずっとその何て言うのかな、事件の分野っていうのはやっぱりこうその商業に比べるとそのアーティストとしての活動ができるっていう点においては発表の場はあると思うんですけれど、でもやっぱりじゃあ女性監督っていうふうに見た時に、こちらの例えばエクスペリメンタルな実験映画とかね、アブストラクトにしてもいいですけれども、こういうなんかさまざまな丸のうちの一つとして考えればいいと思うんですね。じゃあ例えば実験映画っていうその括りを私たちは持っていて、その括りに対してはあまり疑問に持たないのが、それが例えば女性映画ってなるとそれはね、なんで女性なのみたいになるのも なんとなく逆におかしいなっていう。だからエクスペリメンタルがあったりそういうものの一つの中の、まあ、女性監督であったりっていうカテゴリーとしてその見る一つ見てみる、それで全部なんていうのかしら
決めつけてしまうんじゃなくて、うん、国立ってことではなくて、うん、そうそうそう、ね、なのかなっていう気がするんですけどね、まあ、本人がそう呼ばれることが嫌でなければ何も、本人は嫌な人が多いですよ、たまに言うよね、アーティストはアーティストはでも元々やっぱりなんか多分監督さんってその一つのレベルにラベルにこう押し付けられることは嫌いなんじゃないかと思うんですよね、やっぱり自分の作品は自分だみたいな、ごめんなさい、あの部分があるので、でもそれはあの別に私たちはその監督の広報ではないので、あの好きに私はあの好きにやってもいいんじゃないかなって思っちゃうんですね、うんうん、あのやっぱり女性のとして見ることがどうですか、若者としては私結構その女でくくられることにすごい結構怒りを覚えているタイプなので、なんか結構先生がそういう風にこう実験映画っていうくくりがあるように女性でくくるっていう風になんか考えていらっしゃるのが結構意外なことというか、はい、多分そのさっきおっしゃった監督っていうものが男性性をもすでに持ってるっていう話も結構面白いなと思ったんですけど、なんか多分そういう監督っていうような既存の映画監督、映画作家っていうもの自体を結構こう解体していこうみたいな感覚がこのゴミ箱キットもそうですし、ジョイス・ウィーランドもそうですし、まあもうあのデルフィン・セーリングと彼女のやつも完全にそうかなっていう感じはして、そこもすごくあのなんていうのかな、やっぱ個人映画実験映画っていうもののなんか特徴なのかなっていう気もしたんですけどね、うん、だから多分すごいそういうフェミニズム映画って言っちゃっていいのか、そういうふうにジャンルくくっていいのかっていうのはあるんですけど、そことなんかある種既存の映画っていうものの対抗としてあるっていう意味では、うん、そうだからそういう意味ではね、やっぱりあのデルフィンスあのとキャロンの中で言っているデュラスの一言、うん、あのアケルマのうんうんってすごくうなずいていたんですけれども、まあ、英語 の翻訳ではマージナルっていう言い方になってますけれども、うん、デュラスはシネマディフランって要するに違う差異の映画なんだと、うん、あのだからいわゆるこのメジャーなその映画とは違う映画だと、で違っているっていうことは当然ながら政治的になると、でその中で、まあ、例えばあのこの、アロイーズっていう映画を撮って、私見てないんですけれども、あのリリアヌ・ドゥ・ケルマデックっていう監督 の、うん、あの彼女は、クレオンのあのバルダのクレオで、うん、スティールフォトグラフィーをやっていた人みたいなんですけれども、あのそのケルマデックの映画とベルヌイユの映画は違うと、でそれはまあでも違うっていうのは本質的な違いっていう以上にデュラスが言ってるのは予算バジェットが違うんだと、だから経済的なそのやっぱりこう方法なり手段っていうものが違ってくれば当然ながらそれは政治的になってくるんだと、だからさっきの多分ゴミ箱キットの問題にもつながると思うんですけれども、いわゆる通常の商業映画の劇場の波に乗って、まあ、そのメジャーな主流の映画のハリウッド的な映画をこう系列なりっていうそのシステムの中で映画を作っていくのと、まあ、デュラスもそうですけれども、そのシステムの入れるお金がない中でそういうものを作るっていうのはただ違うだけで、違うだけでなくその違いっていうことがその政治的になるんだっていうところが、だからまあもちろんそこがやっぱり面白いなと思った、うん、まあでもその若い人がその女性っていうねのでくくられることに怒りを覚えるっていうのも分かるんですね、はい、非常に分かるんだけれども分かるし、逆にやっぱり若いと、うん、その自分も含めてそういうそのなんていうのかな、カテゴリーっていうものをあの否定したいっていう気持ちがあるのもすごくわかるし、であるレベルでは多分その映画自体っていうのはあのやっぱり優れた映画、面白い映画っていうのは絶対そのカテゴリーの中に収まらないものだと思うんですね、だからあの その自由さみたいなものがやっぱりいいと思うんだけれども、でも同時にやっぱり例えばジョイス・ウィランド の、 あの映画なんかだとやっぱり彼女自身
はかなり意識して、その自分がこの中において女性監督として作っているっていうのは意識して多分作っているだろうと。で、そこ、その部分っていうのはやっぱり見る、それをこう共感する、同じような問題を見ている人にとってはそれが分かるようになってくるのかな。でももちろん そのなんていうの、そういうふうに見なくてはいけないっていうことも全くないし、ただやっぱり歴史的な作品っていうか、まあ映画自体があって、でもそれをその歴史的な文脈の中に入れた時にどういうこう意味が出てくるのかっていうところもちょっとは必要なのかなと思ったけどね。今の若い人の方がよりそういう意識が高いというか、うん、あるような気もしますね、うん、なんかそういう自分が女性であるっていう自意識もすごく早くからあると思いますし、それに対する反発であったりとか、そのレベルが割とこう高いじゃないって、何でしょう、割と些細なことであっても敏感になって敏感になってるような、そう悪いことじゃなくて意識が高くなってるかなっていう気はしますね。技術家ほどのレベルではないけど、ちょっと違和感を感じるみたいなことが日常の中で多分あると思うので、のにすごく自覚的になってるのが私なんかの世代よりも今の若い人の方があるなって思いますね。でもくくられたくない。はい。なんか私、ま、これは結構個人的な問題というかジェンダー感が大きいと思うんですけど、ま、結構私はそのもう日によってで性別を選ばせてくれって思うって思ってるというか、なのでこう結構一般のお客さんとかと関わる、まあ、普通の接客業をしてるんですけど、こうふとした時にこうお姉さんってこう呼ばれるだけですごい結構嫌だなって思ったり、それも私なんかだってあれですよ、営業の人が電話とかかかってきて奥様いらっしゃいますかみたいな、もうすぐ聞いちゃうよく大体、まあ、営業の人ってすぐ私ぐらいの年になると必ず奥様って言われるわけだから、別に言わなくてもいいようなことなんだけど、奥様じゃございませんっていうふうに言っちゃうんだけど、でもその辺は、まあ、日本の言葉も結局、言語がやっぱりジェンダー化されているのですごく難しいですよね。最近ちょっと話はずれちゃいますけれども、最近のそのなんていうの、まあ、実験、もう映画の中でも多分個人映画で、まあ、こういうエクスペリメンタルではないとしても、そのジェンダーのこの問題っていうのに扱うものもだんだん出てくると思うんですけれど、やっぱり X ジェンダーって言われる、今アメリカではすごく話題になっていて、まあ、少なくとも日本語だったら主語で代名詞を使わなくても言い表せるんですけれども、英語とかだったら必ず He とか She と It しかないわけですよね。だから X ジェンダーの人なんて呼ばれるように言われるか知ってる？知らないです。個人でもゼイって言ってくれっていう、複数自分の中にいるってこと、すごいですね。だからその、いわゆる自分はこうジェンダーを持たないと、だから自分のことは自分のことをその代名詞で指すときにはゼイと言ってくれ、でも普通の人にとってはやっぱり文法的にも個人なのにゼイっていうのはすごく不思議だって思うけれども、でもそういうふうに、でもそれが面白いな。でも多分その今笠さんが言ったその気持ちっていうのは、多分アーティストが自分の作品をそういうふうにラベルでこう、例えばこの映画はフェミニスト映画ですみたいなね、そういうふうに多分くくることに対するある種の反感なんではないかなと思うんですよね。でもそういうでも映画をやっぱりなんていうのかな、どうしても私なんかこう研究してるからかもしれないんですけれども、やっぱりなんか映画をこう歴史の中でこう見その一本一本の映画をその一つ一つの作品として見るっていう
ことの面白さもあるんですけれども、でもやっぱり多くの場合その個人が作った人が思っている以上にその一つの作品だけではなくて、やっぱりもうちょっと大きな集団の中の一つのこうフィルムだっていう感じがするんですね。だからまあ繰り返しになっちゃうけど、多分本当にこう A という視点からも見れるし B という視点からも見れるし、だからまあ私なんかは結構そのフェミニズムとかね、そういう問題でいろいろと映画をについて言ってきてるんですけれども、あのそういうふうに見なくちゃいけないとかいうわけではなくて、でも確かにここにあるものをに目を背けるのはやっぱりおかしいんじゃないかっていうことと、それからやっぱりこうその見る視点の中にこの時代を考えてる、例えば68年って考えた時に確かに、まあ、いろんなそのなんていうのかしら、美術館でも68年祭あの、ね、展覧会とかやってるけれども、あのやっぱり女性運動って本当は本当に大きい運動、社会運動だったんですよね。でもそれなのにそれは入らない多くの場合で、そうするとそのやっぱり例えば、まあ、今度、この星は私の星じゃないっていう田中美津さん の, あのドキュメンタリーをやるんで、あの愛知の映画祭で見てきたんですけれども、そうするとやっぱりあのこう彼女たちはあるいはそのフェミニズムなり女性運動をやってきた人たちはやっぱりその自分たちの歴史っていうものがやっぱりそこにあったっていうのを出したいし、それでもやっぱりそうやって撮るとやっぱりこう狭いって言ったらいいんだけど、そこで区切られちゃうみたいな感じのなんかちょっと悪循環なのかなっていう気がするんですけどね。今回も特にフェミニズムというのを歌っているわけではないですよね。全然違いますよね、うん、だから全然そうあのパノラマとして出してるんですけれど、うん、結構裏テーマ的な感じはあって、うん、その綾コレツキーさん の,、うん、あの30歳世界回ったっていうのと、うん、ポルトガルの女っていうのもかなりそういう視点の作品なので、うん、私はこの30歳の時世界を回ったからそのフェミニズムとかそういう感じでは正直見ていなくて、結構日記作品というかジョナサメカス的な印象を受けたんですけど、自分と同じ年のその30歳の時にと世界を旅行した父を振り返りつつ、こう現在の父についてもこう捉えてるとか考え直している作品なんですけど、結構こういう父を撮るっていう作品ってどうしても結構個人的な感傷とかに傾きがちだと思うんですけど、結構そこはなんかしっかり程よい距離感を取られながらこう旅行記を通してで、こう父について迫っているのが、なんかその語られ方とか捉えられ方の距離感がすごく絶妙で、なんか面白いなと、なんかつかず離れず、なんかその父を通してその父が生きてきた時代とか。まあ、戦争体験とかそういうものについても彼女なりにこう咀嚼しながらこう映像を作られている感じがして、なんかこうあくまで父というよりはなんかこうちょっと知らない身近だけど遠くにいる個人としてこう父を描いてるっていうのが面白いなって思いました。お母さんが出てくるんですか。お母さん、そのおそらくらしき人はちょっとだけ映って、どういうふうにそういうふうに感じたの。その距離を持っているっていうのは、ま
多少娘が、まあ、感想というかなんかこう述べてる部分は多分多少あったと思うんですけど、基本的にこう父に一番幸せだったことはとか、なんかこう一問一答形式的にな質問となんかその映像を積み重ねていて、ちょっとずつこう父を知っていくというか迫っていってるっていう印象を受けました。おっしゃってる意味などは分かります。なんか父親と娘っていう関係性でなんか父親に対するこう思いとか感情とかなんかいろいろあると思うんですよ、多分。でもそういうのをぶつけたりとか、そういうのをこう感情的になんかこう吐露したりとか、そういうのはなくて、割とこうこれを機に知ってみようかぐらいの感じの描き方っていう感じですよね。もし私がこう父とかを撮るって考えた時に、もう絶対個人的な感情がどうしても爆発してしまうと思うので、なんかこの淡々とこうちょっとずつ知っていくっていう、なんかこの父と娘のこの対峙の仕方っていうのがなんか自分としては結構新鮮で面白かったです。はい、であと特別企画として、今年は、特別企画1、2とありますが、アジアの、まあ、先進的なというか、実験映像表現、そういったものに着目した、大きなプログラムが2つございます。で1つは、台湾の1960年代の、実験映画、あるいはアバンギャルド映画、こういったものの、プログラムを、台湾、国際ドキュメンタリー映画祭のプログラム提供で上映します。でこれに関しては台湾でもそれほどというかほとんど知られていなかったアバンギャルド映画の動きで、まあ、当然60年代から現在にかけて失われた作品というのはたくさんあるんですけども、そういった中で残っているものから、まあ何ですかね、リストアして、プログラム化しているという非常に貴重な、プログラムで、日本にという台湾と非常に近い国でありながらほとんど、まあ、日本でも知られてこなかった、台湾のアバンギャルド表現、まあ、この中に演劇とも映画の関わりっていうのも結構プログラムを見ているとあったんだなっていうことが分かるんですけども、そういった、プログラムになります。で、特別企画第2としてアジアエクスペリメンタルフィルムフェスティバルミーティングというですね、非常に長い、なんですかね、企画名になってますが、このプログラムを上映します。これはですね、まあ、どういったことかというと、アジア全域ですね、まあ、全域といっても、まあ、基本的には東アジア、東南アジアの中での実験映画、個人映画、いわゆる商業映画ではないものを上映する映画祭とか、あるいは上映スペースの人たちを呼んで作品の上映とシンポジウムを行うというものです。で、2000年以降ですね、やはりすごいアジアで、まあ、日本はある程度60年代、まあ、その前からのですね、個人映像の表現というのは割と体系的にというか、上映も繰り返されたり、作品の保存があったり、まあ、伝統というのが、まあ、あるわけなんですが、特に2000年以降、まあ、アジア全域でですね、いろんなこう個人映画とか実験映画というのを上映する場なり映画祭というのが増えてきてていて、特に若い世代ですね、そういった人たちがこういった表現というのを、手がけるようになっていると。で、まあ、でもまあ、それぞれはそれぞれの、何ですかね、こう環境とか、需要とか、相互他の地域との影響とか他の文化との影響において、まあ、かなりいろんな独自の表現が生まれてきていて、例えばじゃあアバンギャルド映画とか実験映画といった時にそれぞれの地域でも、まあ、定義というか、まあ、傾向ですね、そういったものが違ったりとかっていうこともあります。なので、まあ、この機会に、まあ、それぞれの地域の、まあ、先進的な表現というのを持ち寄って、まあ、じゃあこれからどういった表現というのが可能だろうか、またあるいは面白い映像表現の生まれてくるんだろうかというようなことをこう何ですかね、意見を交換する場になればというふうに思って開催したものです。中国と、
ベトナム、シンガポール、フィリピン、インドネシア、タイ、マレーシア、韓国、それぞれの地域のキュレーターたちが集まって、まあ今現在の映像表現、それぞれの地域の現在の映像表現というのを提示するというような上映プログラムが8個あります。これも非常に貴重で、ほとんど日本で上映されていなかったような作品が多いと思います。それでそれぞれの地域の面白い、まあ、そのバラエティに富んだ表現になっていると思うので、ぜひこちらもご覧ください。で、同じくこうした参加者、それとあと日本のそういった同じような活動をしている組織の代表の人も含めてシンポジウムも9月20日に行います。例えば今エクスペリメンタルフィルム、実験映画を上映する意味っていうのはどういうことなのかとか、こういった上映活動っていうものがどういったこうコミュニティをそう、まあ、作っていくのだろうかとか、あるいは、まあ、アジアから生まれる新たな表現っていうのは何だろうかっていうことをお互いこう意見交換して話し合っていきたいなというふうに思っています。一つの注意というか、今の申し上げたこのアジアエクスペリメンタルフィルムフェスティバルミーティングの中で8カ国とありましたが、韓国のプログラムだけ上映場所が他のプログラムと違ってですね、豊島区のシネマハウス大塚で開催されますので、これはちょっとお気をつけください。9月21日の19時からの上映です。これは、韓国の広州光州です、広州事件の広州ですけども、にある、ACC アジア文化の伝道というですね、上映、アーティストレジデンス、なんですか、アーカイブ、博物館になっているすごく大きなスペースがあるんですけど、そこで収集されている、韓国の実験映画のプログラムを、リサーチャーのキュレーターのキム・ジハさんが上映して解説をしてくれるというプログラムで、これも日本で私が知る限りこうやってまとめて韓国の実験映画っていうのがですね、まあ、歴史的な文脈も含めて上映されるっていうのはなかなかない機会なんじゃないかなというふうに思いますので、こちらの方場所をお間違いなくというご案内です。